踊りをするっていうと、僕の踊り綺麗ないですからね。本当は嫌だな。なんかすごい踊りを。なんでこのすごい微妙な感じになってる。これ次で最後ですよ。そのテンションとは思えないこの静かさ。なぜシャブシャブ最後にしたという。時間があってでしょ。時間がない。時間の都合です。あ、はいはいはい。はい。さあこれどうなんかちょっとねこのまま。コウスケさんの可愛いしょうがなく。一曲目の泣き出すぎたらちょっと。もう。あ、そんなしゃぶしゃぶなんですけど、なんでしゃぶしゃぶか久しぶりにちょっと一回戦で知らない人の中にいるみたいなんで、なぜしゃぶしゃぶというバンドについたかという懐かしい MC。はい、懐かしい MC です。去年の有祭くらいはめっちゃ来てましたよね。なんとコウスケさん、このバンドを結成した当初、家の晩御飯が毎晩しゃぶしゃぶ、7ヶ月目ぐらいだった気がするんですけど、もうちょっと短いですか、5ヶ月目ぐらい。いや、そうだ、7ヶ月ぐらい。いや、最終的に7ヶ月ぐらい。あ、最終的な、あ、そう。で、じゃあ2ヶ月ぐらいじゃなかったかな。そう、2ヶ月目ぐらいに、なんかしゃぶしゃぶ、2ヶ月で前回はってなって、で、しゃぶしゃぶって名前つけたらええやんってなって、ほんで、それが、なんか、しゃぶしゃぶが7ヶ月続いて、ちょっとね、冗談でならん感じになっちゃう。まあ、そこからシャブシャブ出したわけですね。ついにまた、シャブシャブにリターンズ。2週間前から、いや、シャブシャブしかやってます。これネタじゃなくてガチです。ガチこれガチガチです。ガチってのがちょっと。冷凍庫は5シャブ用の肉だけに。そうだね。いや、怖いですね。いや、まあ、まあ、こういう微妙な空気になったところで、最後の曲はちょっとね。エビフライ、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 一瞬間の唐揚げの後のエビフライが美味しい。エビがボー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 、いやー、うまろー。そうです、パパフライです。はい、エビフライ。最後最後まで やりたいんですけど、ちょっとできない時なんで、デジモンの最終回の最後の時間。そうだ、ちょっと皆さん、ちょっと知ってます？デジモン、デジタルモンスター知ってる人。あ、知ってますね。最終回のマミ知ってる人。あ、それはいいな。少ないですね。これじゃ全部仕方がないですね。まあ、デジモンの最終回では、なんか、ミミっていう女の子と、パルモンっていうデジモンがまあ、パートナーですけど、お別れが近づいてきて、ちょっとパルモンが最後にちょっとお別れがつらいから会いたくないって言っちゃうんですね。で、ついにミミがどっかに行っちゃうんですよ。あ、マキで関係俺にマキという言葉は通用しない。サザエさんのライブで、僕マキでって書いてあるんで、そこから5分MC をしたことがあるんです。でですね、そのパルモンが最後にユミがバス乗って帰るところをパルモンがこう、ユミの方がそのセクシーに帽子、風が吹いてこう帽子がエビフライで改めて分かった。飛べるさ、ローマ
水の風